はい、またすいません、切れてしまいました。次ですね、パ・リーグですね。あさってから行われる、ソフトバンク対西武の試合は宮崎で行われ、試合時間は1時からとなっています。明日はですね、広島対巨人の試合は、6時から開始予定です。はい、というわけでですね、また、試合終了後についてまた振り返りはまた明日の動画でまたお伝えしますので、またその時はまたお楽しみくださいますようお願いいたします。はい、というわけでですね、今の、また明日の、また明日お会いしましょう。それではですね、本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。では、皆さんありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。